でもまあこれ例年で言ったら5月の下旬レベルですね。だ釣りもウィードに合わせて釣り方がまあ比例してってるんで、こんな遅い年ないんじゃないですかね。ルアー的に展開的に1ヶ月遅れですね。で今これ狙ってるのはフラット系のもう張り付いてるやつを狙ってるんですけどね、まあ、ウィードに執着して、まあ、潜んじゃってるやつを引き出すシチュエーションを狙ってるんだけど、まあ、これ以外に、まあ、ウロウロ系って言ってあの餌をこう見つけに行くか遊びに行ってるかっていうシチュエーションの、まあ、ハードボトムが露出してるような追い詰めれるようなとこを狙ってどっちがあれかなみたいなのを毎日やってますね。ちょっとウロウロ系に狙い変えてみます。これ一回ルアーなのか反応ないんでちょっとルアー変えてみますね。これでわが。おお。でかないな。ここ最近魚が綺麗になってきてるね。だいぶ。でなんか顔が悪そうな顔してるんで、でこういうなんかウロウロ系のやつで来だしたね。ウロウロ系のやつはついてるやつと違ってその時間帯タイミングがかなりあるんでね、それを計算してはなかなか合わせれないんだけど、まあよく当たるとこは入り直ししたりすると必ず来ますね。おお、でっかー、でかかったね今。もう全然6畳場でしたね。びっくりしたわ。ちょっと反応悪いんでルアーを強くしてみますね。一回シャロークランクでやってみます。あ、外れた。変なとこかかってたな。まあいいです。きっさ。君はいらない。バイブレーションは大体いつも4つを使い分けてますね。まあブザービー、一番強くブザービーター、ニューバイブレーション X、ラトリンジェッター、オレンタ70みたいな。
まあ、基本強弱とそのウィードの濃さの抜けの具合とかで。まあ、足らんな。おとといまではこれの釣りでも結構当たったんですけどね。小さいな。これだ。これじゃあかん。あ、これもないな。ちょっと。まあ、ガラッと流れが通るちょっと沖側をやってますね。最近これブーム、マイブーム、この DX フリー 2.0、存在も知らなかったです。頭をこう視点狂わせずにケツだけをこう振っていくクランクよね。なかなかこんな動きのやつないです。でこの間初めて使って、おお、これこんな動きなんか全然知らんかったと思ってやって、もうすぐバタバタって連発したんでやっぱ釣れるんだみたいな。おお、来た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 。これママか、ママか、ママや。やっとまともに来た。ほんと知らんで損した。先週知った。DX3.3.0 っていうのは杉浦がよくあれ聞いとったけど、 2.0 もあるんです、全然知らずにみたいな。使ったら全然いいしみたいな。やっぱ朝から強い日差しが影響してるんですよね。だからこう沖合のちょっと水深があるところの方が反応がいいんだろうな。引く。多分そんなでかないと思うけど引く。重いぞ。よう引く。でっかい。めっちゃ引く。DX フリー、お前いけとる。まあこれまでのルアーだとやっぱりレンジが浅くなるとルアーが小さくなったからね、あえてこう、まあ、ドシャローのクランクでファットボディのやつ作ったりするけど、それの場合とまたちょっと違うんで、あれの場合だとやっぱずんぐりむどうしてもボディ的にずんぐりむっくり動きになっちゃうんで、それは沖向きじゃないんですよね。やっぱ沖のクランクっていうのはある程度動きが安定しとって、ある程度のスピードで引けるようなルアーじゃないとダメですね。
どりゃー、釣れる、こいつ釣れる。どうだ、あー、まあまあ、おー、でかい、でっかいぞー、外れるなよー、頼むぞー、おー、また OK だ、でかい。さあ、おー、ガブ食い、やめろ、怖い、あー、でかい、でかいっす、ガブ食いです。ええやつ来たわ、これですもん、好きなんだね DX フリー 2.0、 知らぬ人生損してる。おー、来た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 、でかないか、でかないか、でかないか、でかない、でかない、全然でかない。なぜこれが来る。でかない。なんで君ですか。さっきとかあれへん。これは見切ったんはいいね。だからどっぷりやるんだったらルアーで変わる可能性はありますよね。だいたいこのディープクランク聞いとってちょっと反応悪くなったりすると、まあ重いスピナーベイト聞いたりとか、重いチャタ、まあブレデッドジグとか聞いたりするんで、まあそこの変えようはあるんだけど、ただ今ちょっと変わり目だから、それも一応試してるんだけど、そんなに良くはないんだよね。今年は今年のもう本当に展開組まないとあかんので、この湖飽きさせないですね。こっち走ってきてる、こっち走ってきてる、こっち走ってきてる、こっち走ってきてる。わからん。見え。思いっきりこっち走ってきましたね。いやー、でかいか。これじゃないな。こいつやっぱりすごいわ深いもんね、食いかかりがね、思いっきりこっち走りましたね、かかってから。おー、あー、めっちゃ引く、あー、引くな、めっちゃ引く、遠い、ちょっと入られたか。ああ、でした。おお、めっちゃ引く。おいおいおい。また入られた。問題か。でかいんじゃないかこれ。おお。すげえパワー。どいつや、でかい。
でかい太い。おいおいおい、ちょっともういい、勘弁してくれ。やめろやめろやめろ、どうするどうするこれ。でかいでかいぞこいつ、ご立派太い。やりよるフリー、お前マジかよってルアーだよ。めちゃめちゃ引いた、疲れた。こいつ身重たい。だいぶいいやつや。でかい、めっちゃゆっくり食った、ガブ食いだ。そんな引っ張ったか、もういい、やめてくれ、もう勘弁、疲れたから今日は。めっちゃゆっくり食ったよ。でもガブ食い、待ってましたねやつや。ワンテンあるよ。やっぱ仕事人です、この人は。ワンテン R とワンテン R プラスワン、まあ長々と、本当に長々とテストして完成させたジャックベイト。僕が今までいろんなルアー作って唯一ジャックベイトだけ作らなかったのは、なぜか言ったらやっぱりメガバスさんにビジョンワンテンっていう、もうナンバージャックベイトがあったんで、それを超えるのを果たして作れるんであろうかという、まあ、疑問もありながら、ただまあ2000年に出てから月日が経って、やっぱ仕様変更はしたいなと。でまあそれでまあ意気投合して、うちがまあこのプロジェクトに参加してルアーができたんですけど、まあ簡単に言うと、もう今までのワンテンをより総合力を強めて、それからでかい魚にも対応できるような設計にしてますね。でまあレンジ的には、まあワンテン R がだいたいただ巻いて1メーター60センチぐらいで、ワンテン R プラスワンが2メーター20で、9月に出るまあワンテン R プラス2ってなんだけど、これはまあだいたい2メーター後半ぐらいを巻いて、まあレンジがそこまで到達するって感じです。まあ動き的には、あの従来の元祖はビジョンワンテンのダートアクションは殺さず、ただあのただ巻いた時にもよりタイトアクション、魚の子も好むタイトアクションを全共通で、あの設計してます。まあこんだけ結果が出てるからね、ずっとテストの段階からもう別に言うことないです。ただ使い分けに関して言うと、今日の場合でだと、まあ高いウィードが点在しているところはR にして、カナダもベースのとこをワンテン R プラスワンにするみたいな、まあ、ある程度レンジを合わせていけば、あの広い琵琶湖なら、まあどこでもこのローテーション組めるかなみたいな、まあこれが、まあ、ジャークベイト、まあ、間違いなく世界最優秀ジャークベイトになることはもう間違いないです。今日まあ、最も反応が良かったルアー DXUD の 2.0 なんですけど、これ実正直言うと3日前初めて使ったみたいな、
あんまり存在も知らなくて、ちょっと あったからどんな動きするのかなと思ったら、頭軸にケツ振るみたいな、その動き見ただけで、おこれ釣れるぞと思って、でまあ3日前は本当数頭もシーズンにバタバタってラッシュがかかって、おやっぱりこれ魚釣れるんだなみたいなので行ったんだけど、 DX フリーって何なんだろうなと思ったら、この今年、まあ、僕もなんだけど、まあ、皆さんもよく釣られてる DPX300、 これのボディそのものをレンジを変えてるみたいな、いわばシステムクランクみたいなんだけど名前が違うと、まあ、DX フリー 2.0 で、まあ、3.0 DPX300、 言うならば DX フリー 2.0 3.0、 これ DX フリー 4.0 にすればいいだけの話なんだけど、これがちょっとややこやしくてみたいな。でもちょっとこれ知らなくて、本当にいつ出たのか知らないんだけど、ちょっとだいぶ損したなみたいな。確実にこの動きは魚好きですね。あ、もう結果が物語ってます。ちょっとまあ今更あれかなみたいな感じなんだけど、これはちょっと使わないともったいないかなみたいな。今の琵琶湖にはこのなくてはならない、まあこのシステムクランクですね。